这一次照样要来录制《受案送者》的节目。然后呢，我们上一期已经把意义上的麻烦给解决，然而却领来了新麻烦。怎么说呢？我们获得了帝皇的赏赐，然而这个赏赐的东西，我不管怎样想。好，那我们就开始吧。等级上可能会有一点差异，因为玉恩又花了点时间重新练级，所以我们就直接继续吧。好，我们照样由上到就是顺时针这样子，从集会室开始。阿内威，お茶が入りました。哎，王爱。おお、これはいい香りだ。なぎらさんの良い茶葉を見つけまして、茶との出会いは一期一会。少々根は張りましたが、せっかくですので。うん、さすがだ。また腕を上げたな。強烈至極、キュールさんもどうぞ。いただきます。何しても、お前たち。お、やっと来たか。ずいぶん止まったぞ。さも約束があったかのように言うな。で、何か用事でもあるのか。何を言っている。ここに来いと言ったのはお前たちの方だろう。あ、だからこそこうして足を運んでやったというのに。釣れない男だ。ちょっと待て、お前は何を言ってるんだ。そんなこと言った覚えはないぞ。冗談がうまいな。ところで昼はまだか。そろそろお腹が空いてきた。私としては鶏肉の気分だな。ダメだ、なんか話が通じていない。どうしました、ハクさん。何やら苦虫を噛みつぶしたような顔をしていますが。ちょっといいか。姉の方に聞いても拉致があかんっぽいからお前に聞くが、なんでまだ帝都にいる。ほとぼりが冷めるまでどこかに身を隠さなくていいのか。おや、その様子ですとオシトルさんからまだ知らされていないようですね。彼の計らいで僕らもこちらでご厄介になることとなったのですよ。何かと人手が必要なのでしょ。オシトルさんの提案はこちらにとっても渡りに船でした。私もいい考えだと思います。奥義さんが仲間になればハクさんももっとご活躍できますし。聞いてないぞおい。確かに人手は欲しいが、そういった大事なことは前もって言ってくれ。申し訳ありません。急がねば配下を路頭に迷わせることになりかねませんでしたので、決定は僕の独断です。お責めになるのはどうか僕だけに。配下を路頭にとか言われたら責められんだろうに。何の話かは知らないが、奥義が他の者と親しくするとは随分と珍しい。他点红个屁呀、啊！ルルティ？同じ苦労を分かち合った仲ですからね。分かち合ったね。この間のモズヌのことを言っているんだろうが、あの一件で仲良くなる要素なんてみじんもないだろう。まあ、気が合うのはいいことだ。何せこれから共にやっていくことになるんだからな。本当にお前はそれでいいのか？お家最高の夢はどうした。あけすけすぎなのです。もう少し空気を読むですよ。いや構わんさ。お家最高か。今回の一件でお家最高の道は遠のいてしまったな。それは何と言っていいのかわからないのです。だが私は諦めたわけではない。いずれ至福の時を経て必ず返り咲いてみせる。その時までこの白狼閣に身を隠し再起を図る所存だ。そうなのですか。何よりホタルのことはオシトル直々の頼み事だからな。無下にもできんさ。いいのかあれ、完全にのぼせ上がってるみたいだが。僕はただ姉上を支えるだけですから。いや、いさめるくらいはしろよ。
いつもそれでしくじってるんだから。まあ、兄上には何か深いお考えがあるのでしょう。ところで、具体的には何を頼まれたんでしょうか。そうだな。基本はそちらの仕事の手伝いだ。まあ、この私が来たからには大船に乗ったつもりでいるがいい。頼もしいですよね、ハクさん。つまり、また面倒事が増えるのか。待てよ、こいつらこんなだが、それなりに数がいる。いつまでかは知らんが、そいつらを合わせれば、配下どもも含めればそれなりの頭数にはなる。これで人手不足は解消されるわけだ。少数精鋭という言葉でごまかしてきたが、そろそろ限界を感じていたところだ。というか、これでもう夜回りに駆り出されることもない。いえ、彼らならいませんよ。は？いやいや、何を言ってるんだ。あんな大所帯だっただろう。あんな大所帯でしたからね。さすがに潜伏先まで連れ回すわけにもいきません。それはそうだな。ですので、オシトルさんのつてで近隣の村々に出稼ぎに出しています。つまりこの白老閣に詰めているのは僕たち二人だけということになります。人力車。いや、しかしだ、たった二人でも戦力には違いない。見回りやら通常業務やらもきっと楽になるはずだ。そうだな。まず二人には事務仕事でもやってもらうか。なんせあれが一番面倒だからだ。いや、そういう仕事は得手とするものに回すべきだ。なんだって？私は計算とか文字を書いたりするのが苦手だ。やれと言われても困る。苦手って、お前もう少し努力する姿勢を見せてもいいんじゃないか。どのくらい苦手なのかというと、めまいがしていつの間にか意識を失うほどに苦手なのだ。故に無理と判断する。そりゃ意識を失ったのではなく眠りこけたんじゃないのか。真的早一直撒尿。なら見回りはどうだ。こっちならさほど頭を使うこともないだろう。それは悪くないな。特に治安の悪い賭場近辺の見回りを。いえ、人前に出るのは避けた方が良いでしょう。オシトルさんからもほとぼりが冷めるまではと言われていますし。そうなのか。それは仕方がないな。ちなみに賭場への出入りも控えていただきます。何しろ人の目はどこにあるか分かりませんから。待て、そこまでする必要はないだろう。もちろん必要あります、ちなみに僕はオシトルさんから諜報に関わる依頼を受けておりますので、雑務はできそうにありません。事務仕事もできず見回りも控えたい。こいつら、こいつら。ふむ、となると協力するのは取り物あたりか。その時は任せてもらおうか。待て、落ち着け。顔ぶれは増えたが、こちらの懐が痛むわけじゃない。初めからいないものと思えば。そういえばここでの暮らしはそちらの地と聞いたぞ。なんとも太っ腹な話だ。なぬ、请了两个垃圾。ええ、オシトルさんからそのようにと。本当か。ヒュル、白殿なら何事も滞りなくこなすだろうと兄上は言っていました。あの野郎、全部丸投げしやがったか。はあ、ちょっと切り詰めないと。待て、何を切り詰めるつもりだ。なんでこっちを見てため息をつく。真的是这又找了两个麻烦不会。しかし、まさかこの白老閣に正式に居を構える日が来るとはな。実に感慨深い。何か思い入れがあるのですか。まあ、いろいろとな。運命というのはなかなかどうしてわからないものだ。ちょっと待て、正式にってのはどういう意味だ。指し物お前も気づかなかったようだな。我々のすり旅団は当の昔からここ
白狼閣地下の物置に潜伏していたのだよ。我々といっても二人だけですけどね。もともとこっちに移る気満々だったんだな、こいつら。あのお茶をお持ちしました。ありがとう。近いうちに何かいいことがあるかもしれない。いや、きっとあるに違いない。お茶、主様、お茶をお持ちしました。いや、茶ならもうどうぞ。いただきます。あの、お茶菓子です。今日はとら焼きにしてみました。ありがとう。他同志不老的お茶菓子、どうぞ。お茶菓子です。今日はたも焼きにしてみました。いや、そんなに食べる。どうぞ。まさかこれがいいことなのか。什么事啊？出迎えご苦労である。邪魔をする。また別の厄介者が。これは姫殿下。よいの邪魔するよ。少し、うん、我らは友であろう。なれば無意にかしこまる必要もないのじゃ。姫殿下、今や価格を失い、ましてあのような無礼を働いた私を友と呼んでくださいますか。いや、むしろ世のせいでいろいろ迷惑をかけた。許せ。もったいなきお言葉。まあ、こちらから見れば迷惑の度合いはどっちもどっちだったけどな。というかこれ、また極潰しが増えたんじゃないのか。深く考えないようにしよう。真地惨，真的是带了一群拉拉回来啊。お疲れ様。はい、蜂蜜溶かしておいたから疲れも取れるんじゃないかな。それはありがたい。どうかしたの？いや、体を動かすのにもそろそろ慣れてきたつもりだったんだが。足つった。今日は肉体労働だったし無理もないかな。揉んであげようか。え？ああ、いいよ。自分でやるって。自分でやってもあまり効果がないんじゃないかな。こういうのって無意識に手加減してしまうものだし。そうかな。普通、自分の体をいじめるような真似はしないと思うな。そういう趣味はないな。だから私に任せてって。こう見えてもツボは心得てるし。バカ見えがバンズ。クオンの場合、そもそもの筋力があるからな。どう手加減してもらったところで痛いのに変わりはなさそうなんだよな。いいからいいから、遠慮しないで。なあ、おい。頭要断啊！もう吐くってば。大げさなんだから。大げさじゃない、本気で痛いんだって。予想通りといえば予想通りなんだが。くそ、なんだね、前はよく見えない。ごめん、まさか泣くほどだなんて。いや、気持ちは嬉しいんだ。ただ、もう少し加減してくれないか。大丈夫、任せて。たた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 たえ、こ
これでもまだ痛い？おかしいな。みんなにはうまいって言われてるのに、ルルティエなんか天にも昇る気持ちって喜んでくれたんだけど。そりゃみんながおかしいんだろうに。それじゃあ別のやり方も試してみるかな。いや、というかもうやめてくれ。ハク？画面换到会立着。遊んでるのか。そんなことないかな。真面目にやってるつもりだけど。極端すぎだ。もう、ハクってば加減が難しいんだから。クオンが加減を知らなすぎるんだ。ちょっと教えてやるから足を出せ。私は結構かな。いいから。これから何度も同じようにされちゃかなわない。ということはまたやらせてくれるんだ。まあ気が向いたら。だからほら、工学のためにもちょうどいい力加減というものを教えてやる。体で覚えろということかな。そういうことなら。他是不是在聊啊？いいか？こうやるんだって。お、どうだ？これなら相当に痛いはず。そう、すべては自業自得。クオンも同じ痛みを経験すれば、もう二度とこんなことはしないだ。どうだ？ほら、どうだ？ちょっと見直しちゃったかな。は？とっても気持ちよくて、なんだか体がポカポカしてきちゃった。あ、キョンさん、ゴミがとろっけてるぞ。ハク、もう少し続けてくれると嬉しいかな。この感覚をちゃんと覚えて、ハクにもしてあげたいから。え？まあいいけど。本気で気持ちよさそうだな。癖になっちゃうかも。どうしてこうなった？突然困扰。じゃあそろそろ兄貴のところに行ってくるよ。また妙なことに首を突っ込んでいるんですってね。妙とは失敬な。孤高の使命なのに。私は心配だわ。せめてここじゃなくて向こうに引っ越さない？いつ帰ってきてもいいのよ。あなたの部屋は昔のままだし。あ、ちゃんと毎日掃除はしてあるから。たまにあの子が入り込んで遊んでいるからいたずら書きもあるけれど、別にお邪魔じゃないわよ。それは、うん、そうだな。今回の件が全て終わったら考えてみるよ。その場しのぎだってことは見透かされてるだろう。とても姉さんと目を合わせられない。なんだかあなたが急に遠くなったみたい。这边插个话，虽然日文当中日文并没有所谓的姐夫大嫂这种说法，
基本上当他们俩结婚之后，就是假设你家里的哥哥姐姐和他的另一半结婚之后，通常你对他的另一半的称呼，日文的用词还是以哥哥姐姐来取代。就是如果你的亲姐姐娶了，哎不对，嫁了一个男性的话，你会把那个嫁男性的称呼称为哥哥。所以这一段他是明显确定了这人是他的大嫂。昔は何かにつけて、私はあの人の後をついて回っていたのに、どうして？それは、それは自分が姉さんのこと。原来他对嫂子有兴趣。我操，这么短的吗？这么简短的？なんかやけに暑いな。寝汗をかいたか、体がじっとりする。ポカポカして心地いいんだが、あまり暑いなの。这边可以看一下哈克的房间。怎么会是一组围形？虽然有摆一些书简类的东西，然后后方放了应该是一艘船的模型，也算很简朴啊。只是为什么会放了一个乐器的在右下角？何してんの？そいね、主様が寒いと思いまして、こうして温めておりました。こいつらすっぱだか。変態人顔。温める。主様、寒くないよう、もっとこちらに。まずい。誰かに見られた。別に誰と何しようがこっちの勝手なはずなんだが、あの大仏を見つめるような視線とかは、あれは正直ちょっとへこむ。主様、私たちは主様の役に立っていますか？全ては主様のために。以後も主様のため、一意専心お仕えしたいと思います。あまり無理はするなよ。それで体を壊したら元も子もない。感激の極み、そのお心遣い、とても嬉しく思います。どうしたらいいんだ。この過剰な世話はやめさせたいんだが、下手な言い方をすると冷たく拒絶されたと思い詰めて厄介なことになるからな。あの時もな。お疲れ様です。お茶をどうぞ。あ、ありがとな。お茶どうぞ。主様、お茶受けはお漬物を用意しました。悪いな。ネコネとルルティエの視線が痛い。ネコネはまるで汚物を見るようにこっちを睨んでるし、ルルティエはルルティエで役目を奪われて、なんだかしおれてるというか拗ねたような感じがする。それに時折光のない瞳でじっとこっちを見ているような気がするんだが、まあ気のせいか。肩もみ、随分と凝り固まっています。疲れているところがありましたら遠慮なくおっしゃってください。少し近すぎないか。なんか後頭部に柔らかいものが当たってるような。使用、殿方が喜ぶ場面の一つと聞き及びます。やっぱわざとかよ。これは一度きちんと言っとかないとダメだな。そのなんだ、二人の奉仕精神は嬉しいが、別にそこまでしてくれなくても。役立たず。私たちは
主様の迷惑になっていますか。迷惑ってわけじゃないが、なんていうか、こっちばかりに構ってないで、もっと自分の好きなことをしてていいんだぞ。私たちの好きなことですか。主様のこと、私たちのしたいこと、それは主様へのご奉仕です。せめて抱きつくのはやめてくれないか。困る。主様にとって私たちは邪魔ですか。邪魔ってほどじゃないが、ちょっとやりすぎっていうかな。我ら主様と共に、それが存在意義でなければ無用なもの。ちょっと待て。はい、そこまで。ああ、こんなとこで人情沙汰は困るかな。悪も二人に死なれるのはさすがに困るよね。今のクオンが止めなければ間違いなく互いを突き刺していたぞ。それをためらいもなく正気か。这两个也很麻烦啊。とりあえずあの後説得っていうのか、とにかく死なれるのは困るというのは理解してもらって今に至るわけだが、この忠誠心というか滅死暴行というか正直重い。こんなのどうしたらいいのかわからん。引き離すことはできんし、かといって流されるまま、これまで築いてきた爽やかな紳士としての境地が崩れてしまう。温かい主様の中、温かいなり。布団の中だろ、妙なことを言うな。ああ、なんでこんなことに。该怎么说呢？对于相对不好色的人来说，这根本就是徒增麻烦。嗯，看来又要被找去了吗？起きて、主様、夜分遅く申し訳ありません。主様、起きてください。眠い。なんだこんな眉の中に。ああ。何をしている。目覚めの口づけ、主様を起こしていました。いや、起こすなら普通に起こせよ。こいつら本当に油断も隙もないな。しかし布団に潜り込んでいることはもう諦めたが、さすがにこの格好にはなれん。この分だといつかうっかり寝ぼけて何か大変なことをやらかしてしまいそうだ。それでこんな夜中にどうした。ご隠居がお呼び、主様を招待したいそうです。ご隠居って、あの水戸のじいさんが。うん、この間もそうだったが、なんでまたこんな夜更けに。ご隠居は忙しい。このような時間にしかお会いになれないのです。ちりめん問屋のご隠居はなんで忙しいんだか。まあいいか。何しろいろいろと訳ありのじいさんだしな。分かってはいるが深く考えないようにしているってのが正しいんだよな。あの老人と気軽に話すのは嫌いじゃない。あの不思議な感じの女性、ほのかさんに会う子供だ。わかった、すぐに着替えるから待ってろ。用意してある。こちらを。着替えです。ああ、すまんな。お手伝いお願いします。じゃあ、着替えくらい自分でできるから。だからにじり寄るな。やっぱりこいつら油断ならん。
く来てくれたな、客人。こんな時間にお呼びして申し訳ありません。ご迷惑ではありませんか？いえ、まあ別に。それで何の用です？特に用事があるわけではないのだが、良い酒と魚が手に入ってな、この間の礼をと思いそなたを招いてみたのだ。さあおかけください。ああ遠慮なくやってくれ、酒はいくらでもあるからな。どうぞ食べて主様。この二人がいると妙にいかがわしく聞こえるな。まあいい、お言葉に甘えてありがたくいただくとしよう。ただ酒だからな、細かいことは考えずに飲むか。なるほど、そのようなことが。それは大変でしたね。話ほど大げさじゃありませんが、大変なのは確かです。お水どうぞ、酔い覚ましです。ああすまん、いかん、ただ酒だからって調子に乗って飲みすぎた。その二人は役に立ってるようだな。ああ、ええ、身の回りの世話を海外しくこなしてくれます。まちょっとネジが緩んでいるが、確かに役に立ってるしな。それは何より、そなたにつけた甲斐があったというものだ。ん？役に立っている、つけた甲斐があった。まあこの二人は自分の言うことを聞くはずなんだが、今はどう考えてもこのじいさんの命令に従ってるしな。もうじいさんは隠すつもりはないってことか。それはつまりじいさんの秘密にこちらもとっくに巻き込まれてるってことで。いろいろとまずいことをベラベラ言った気がする。どうかしたかね？ねえ、別に今まで通り、何も気づかなかったことにしよう。そういえば客人、何か。その二人はもう味わってもらえたかね？あ？その二人の具合はどうじゃったかと聞いておるのだが。あらあら大変。すいません。なんじゃ、まだ抱いておらなんだか。いや抱くってな。ハク様、この子たちではご不満ですか？あ、いやそんなことって、あなたまで何言ってるんです。確かに身受けっぽいことしましたが、だからって手を出していい理由にはならんでしょうに。相手の気持ちを尊重してというか。何を言う、この二人の気持ちなど分かりすぎるくらい分かっておろうに。ウェルカム、いつでもどこでも受け入れ準備はできてます。そういえばそうだった。この娘たちはそなたのために生まれてきたと言っても過言ではない。あまり連れなくするのはどうかと思うがの。それはどういう。寂しい、主様が相手してくれないと寂しくて死んでしまいます。そうなのか。主様が。自分がか。やはり
客人との話は愉快だの。いや笑い事じゃないし、さっき気になることを言ったような気がするが、まあいいか。この老人の正体が誰であろうと関係ない。今は楽しく酒を飲み交わせればいい。彼らもきっとそれを望んでいるはずだ。看来还是不愿意暴露身份。好，那去食堂吧。我猜应该是又进又来聚会。みんなよく来てくれた。うまい酒が飲めると聞いて山頂屋へ。あたい様。ただ飯ほどうまいものはないからな。その気持ちはわかる。構わぬよ。せっかく用意したのだ。遠慮せずやっていただきたい。それに味がわかるものに飲まれた方が酒も喜ぶだろう。さすがはオシトルハンや。いいこと言うえ。しかしただ酒はいいとして何でもと。どうしたハクト。何やら浮かない顔をして宴を前に珍しいな。你这人请吃饭没有一次是好事哦。人を何だと思ってる。いや嬉しいことは嬉しいけどな。何か宴を開くようなことがあったかと疑問に思っただけだ。ただ交友を深めたいというだけでは納得できぬか。お前がウコンなら別におかしくないんだな。相変わらず鋭い男よな。抜けているようで抜け目ない。いやそれ褒めてないからな。本当なら宴が始まってからと思っていたが、実はある男がそなたに会わせてもらいたいと言うてきてな。自分に会いたい。うん。あの様子そなたに興味津々といった感じであったな。なんだと。男が興味津々だと。そう警戒する必要はない。本当だろうな。だが奴の気持ちも分からんではない。そなたはなかなかどうして人を引きつける何かを持っている。ゆえに期待してしまうのだよ。男にんなこと言われてもあまり嬉しくないんだが。おお、ハク殿、会いたかったでおじゃるよ。はいはい、マロ、なんでお前までここに。まさか会いたがってるというのは。もちろんマロもオシトル殿に招かれたからでおじゃる。ああ、考えてみればオシトルの関係者が集まっているんだ。マロがいてもおかしくないか。なんでそこに座る。もちろんハク殿にお酌をするためでおじゃるよ。なんで照れる。シャコならこっちよりオシトルにするべきだろうに。なのでおじゃるが家の事情でオシトル殿に気を使わせてしまうでおじゃるから。家の事情。あ、確かどっかのお偉いさんに仕えることになったと言ってたあれか。そいつがやたらとオシトルを敵視しているとか。でおじゃる、前にも家の事情でどうのこうのという話を聞いた覚えはあるが、見かけによらず複雑な家庭みたいだな。さて本日の主賓を紹介しよう。おほほ、これはまた綺麗どころが満載じゃわい。あの男。いや、あの親父。姉屋の親父。こんにちは。フサコンさん、いつもお世話になってます。あ、サコンのおじさんや。あの飴屋、サコンって名前だったのか。なんでまたあの親父が。この男はそれがしにとって欠くことのできぬものの一人。この男なくしてそれがしのお役目は成り立たぬ。お役目。なあ、表に裏にな。表に裏にって、つまりオシトルとウコン
両方の顔を知っているということか。まさか。お主とこうして差し向かって酒を酌み交わすのは初めてじゃな。なんであんたがここに。はあ、何をボケたことを言うとるんじゃ。わしが主催なのじゃから当たり前じゃろ。まさか相手なってる男とはこの親父なのか。なんで自分のこと。うん、まあ別に害はなさそうだし構わんか。そういえばオシトルがさっき言ってたが、裏の仕事ってどういうことだ。その言葉のままよ。ウコンもな、知らぬでもない。じゃが今日はそれとは無関係じゃ。それより大事な用があってわしはここに来た。大事な用って。お前さんじゃよ、ハク。お前さんは自分が考えているより価値がある男なのじゃぞ。はあ、それって一体。知れたこと。お前さんを呼べば可愛い姉ちゃんたちがついてくるのじゃからな。は？この都一のモテ男が。かあ、羨ましいの。どうしたんじゃい。ほうけたような顔しよってからに。わざわざそんなことのために自分を呼んだのか。バカモン。可愛い姉ちゃんたちを呼べるんじゃ。そんなこととは何事じゃ。いや、しかし細いことをごちゃごちゃと。まずは飲め。おい。では乾杯じゃ。うまい。もう一杯。うん、俺杯が空になっておるじゃろが、杯を乾かす気か。うん。主様、おつまみです。嬢ちゃん、こっちにもくれるかい。いいぞ。ではどうぞ。かたじけない。うん。なあ、あんた女どもと話をしてこないのか。女目当ての宴なんだろ。若いの、花はめでてこそ。無粋な真似はしないもんじゃ。触れて枯れる花もあろうさ。なるほど、女目当てで来たように言っていたから、もっとスケベ親父かと思いきや意外に水人なのか。まあ妙な男だが悪いやつではなさそうだし、何より今日の感情を持ってくれてるわけだしな。いや、せっかくじゃ。ん？猫ねちゃんや。ん？一杯だけお酌してくれんか。はあ、別に構わないですが。おっと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 。うん。猫ねちゃんが酌をしてくれた酒は最高じゃ。我都不知道他到底是喜欢小孩的，还是传说中的有癖好的。おいおい、さっきは女はめでるもんとか言ってなかったか？お酌はめでてないだろ。やれやれ、こういう言葉を知らんのか。それはそれ、これはこれ。ハクさん、良いのです。神様が世話になってるとのことですし、お酌だけで良いのでしたらいくらでもするですよ。まあ本人がいいって言うなら構わんが、しかし世話になってるとは言うが、あんた一体何者なんだ。ウコンを知ってるということはただのアメ屋じゃないんだろ。おほう、俺とやつとの関係か。なんだ、
に雰囲気が。百聞は一見にしかず、まずは見てもらった方が良いだろう。わかったか。今のは確か、いや待て、見間違いかもしれない。そうだ、飲みすぎたという線も捨てがたい。だって帽子这么好用呢。ならば三日月様。なんやって。お前や三日月。やっと気づいたか。永遠に気がつかぬかと思ったぞ。しかし本当に三日月なのか。それ以外に誰に見える。見えぬならその目に指を入れて直してやる。いや無茶言うな。あっさり今雰囲気変わりすぎだ。確かに分かっていれば似てる部分もあるが、あの刃物のような威圧感もなければ仮面を外している状態で誰が気づくか。しかし何でまたこんな真似を。漫然と剣を振るうだけで兵と民を守れると思うか。この姿は民を見守るためのもの。帝都に救おうとするウジ虫ども根こそぎ払うためのものよ。まさかアメヤのふりをして不満分しがりをしてるのか。しかし変装するにしたってアメヤって。アメヤをしていれば世間話という形で民の汚い言葉が聞こえよう。三日月の姿では聞こえてこぬ本当の声がな。そりゃあんたに本音は言えんだろうな。そして何よりたかが雨屋と侮り小野川くじを自慢げにベラベラと喋りおる。そんな輩が正体を知った時の顔は見ものぞ。命乞いをする時の顔は醜く不快だがな。いや、なるほど、やっぱり普通のお方やなかったんやね。私もどれほどのものなのか興味あるかな。クオンまでもか。やめろよな、ほんとやめてくれよ。相手になってやるです。そういうのは人の背中に隠れて言うこっちゃないだろ。大丈夫だから。さて変装してる理由は分かったが、なんでそんな格好なんだ。おかしいか。小細工は苦手ゆえカツラとヒゲをつけただけなんだ。いやおかしいというか変わりすぎだろ。これは俺の憧れの姿でな。憧れ。ヒゲとヒゲが。おしとる、腕の立つクスシを紹介してやった方がいいんじゃないか。そう、幼き日のあの甘美なる思い出、
幼き頃の俺はクソのようなガキだった。しかしそんなクソのようなガキに分け隔てなく接してくれたのが飴屋の親父だったのだ。その親父は飴を売り歩きながら諸国を旅していたのだが、その時の話がまた奇妙でおかしくてな。そんな軽妙な話をしつつ、武骨な手から生み出される芸術のような飴細工に幼き俺は心奪われた。皆に親しまれてひょうひょうと飴を売る姿に憧れたのだ。これは意外と言うべきか。この俺が感傷か。よもやこんな気持ちにさせられようとはな。やはり貴様を見ているとあの飴屋の親父を思い出す。そう、貴様は飴屋の親父にそっくりだ。故に俺が貴様を呼んだ。おい、人をハゲとヒゲ扱いするな。何やらいい話をしている風だが、ハゲのカツラを撫でながら語られても嬉しくないぞ。果たしてそうかな。貴様、これをかぶってみろ。きっと似合う。我怎么觉得他只是故意在逗哈克？いや似合わんから絶対というか被らんからな。なんだ？そのお姿にはそのような深い思いがあったのですね。民を見守るためにそのようなお姿を。これなら三日月様と気づく者はおらぬでしょう。このキュール、感服の極み。さすがは兄上と対をなすお方。そこまで深い考えはない。面白そうだから奴の真似をしていただけのこと。奴？聞けば面白そうなことをやっていたのでな。少々偉くなりすぎて肩書きが窮屈になってきていた頃合い、ならばわしもやってみようと思ったわけじゃ。まさか奴ってのは。基本上就是这样，所以这段话到底几分真几分假，让我觉得可以好好审视。哟，おめら、待たせたな。いつの間に？さっきまでここに。やってるかい、さっちゃん。やってるぜ、うっちゃん。何なんだこのあぶんの呼吸は。仲があまり良くないって聞いたかな。あれで、そんな根も葉もない噂を言うやつは。あの御前試合ではその本当に真剣を使った勝負をするとか聞きますし。翔家よく試合をするなんて素敵な仲やと思うけどな。わかってるお嬢ちゃんじゃ。どれ、飴をやろう。ありがとうな。兄上、またそのような格好を。もう少し品性というものを。なんで、まるで品性がないような言い草じゃねえの。さっきは左近を持ち上げてたじゃねえか。あっちはよくてこっちはダメなのかい。いえ、そういうつもりじゃ。まその通りだけどな。はい。ここにいるのは風来坊のウコ、そして飴屋の左近。品性などクソくらえよ。あ、兄上。猫や死んだ魚のような目してどうかしたのけ。ごめん猫ね、こんな時なんて声をかけていいかわからない。はあ、でも男の人って少なからず子供っぽいところがあるから、あまり気にしない方がいいかな。ほら
ハクとか見てるとよくわかるよね。ほら、一緒にすんな。少年の心と言ってほしいね。まったくじゃ、遊び心というやつよな。え、なんじゃ、お前さんは実際どう思う？どう思って、何をだ。今のわしらじゃ、お主の目にはどう映っておる。そう言われても、まあ悪くはないか。自分も不作法な方だし、きっちりかっちりしてるのは苦手だしな。あんちゃんならそう言うと思ったぜ。よし、今日からハクもわしらの仲間じゃ。じゃあマロ、お前も仲間ってことで、堅苦しくない間柄に憧れてるんだろう。ニョヘイ、ちょっと待ってほしいのでおじゃる。ついでにキュールも。ついでって、うちらも仲間に入っていけ。いいぞいいぞ、どんどん入れ。それって私も入ってるのかな。多分。さあさあ、いつまでも話し込んでたら料理が冷めちまう。改めて乾杯するぜ。乾杯。もう好きにしてほしいのです。もう陰陽氣了。啊，干真实。飲みに行くにしては寂しい場所だな。よう、待たせたな。いや、そんな待っちゃいないが、こんな裏通りに飲み屋なんてあるのか。知る人ぞ知る隠れ家的なやつとか。ああ、いや何、一杯引っ掛ける前にちょいと遊びにでも行かねえかと誘うつもりでな。今日は暦の上で節目となる日だな。こんな日には一の裏通りなんかで統計をやってたりすっからよ。と、へい、なんだそれ。知らねえのか。鳥同士を戦わせるやつなんだが、根強い人気があってな。このためだけに育てたり、それを本職にしているやつもいるくらいだ。ああ、そっちの統計か。ならわかる。やっぱ金をかけたりするのか。まあな、だまじ人気があるせいで闇賭博の温床になったりするんだが。闇賭博？クソな胴元が無許可で賭場をな。それだけならまだしも、そういうのに限ってイカサマや詐欺が横行してんだよ。中には身ぐるみどころか、畑から家屋敷まで巻き上げられて路頭に迷うやつが出たりしてな。そりゃまたひどいな。そういや、ウコン以前から何やら動いてたよな。なあ、いろいろと噂話をたどっていったら、とある賭場に行き着いてな。ちょいと調べたら、灰色どころか真っ黒な話がボロボロと出てくる悪質なとこで、案の定免状のない闇賭博だったってわけだが。わけだが、何か問題でもあるのか。こいつが人手出ししづらいって言うかな。なんだよ、らしくもない。いつもなら多少強引にでも動くだろうに。そこの常連が貴族連中だの大棚の旦那衆だのでなかったらな。さらに聞き込んでいくうちに、胴元があのデコポンポだと分かったのさ。デコポンポって、うん、あいつか。やつらをしょっぴくには確固たる証拠が必要だ。でなければいきなり手入れをしたところで妨害されるのがオチってな。まどろっこしいな。そんなのオシトルとして強行すれば一発だろうに。そうしたいのは山々なんだがな。なんとそうしようと思ったことか。だがな、そいつは悪手だ。常連の旧家の連中を敵に回すのはちっとばかしまずい。やつらの横のつながりは網の目のように広がってやがるからよ。その影響が半端ねえんだ。おいおい、本当にいつものウコンらしくないな。言ってくれるな。いかにウコンへ大将とはいえ、連中にとってオシトルなんてのは成り上がった田舎者の若造だ。
ただでさえこっちを見下してるとこに強引な手を使ってみろ。修復不能な遺恨を残すことになる。身勝手な解釈が好きな連中だ。何を言っても言いがかりとして受け取ってくれるだろうな。そうなったら下手をしなくても右近衛大将としての任に支障が出る。慎重にならざるを得んのさ。なるほどね。腐っても発注書ってことか。待て、まさかとは思うが。さすがはあんちゃん、話が早いな。外れ長屋の連中が言ってた川沿いの酒蔵のこと覚えてるかい。今夜そこにデコポンポの屋形船が乗りつけるらしくてな。そこでかなり大掛かりな統計が催されるって話だ。お前最初からそのつもりで誘ったな。心配すんなって。今回は様子見、ちょっくら挨拶しに行くだけだからよ。それに飲み行かねえかって誘っただろ。ちゃんと客として入るんだし、やばい橋を渡りに行くわけじゃねえって。あれ、招待状も入手済みだ、しかもあのデコポンポが催す宴だぜ。贅を尽くした料理や酒が山のように並べられるだろうよ。贅を尽くしたか。おいっちゃなんだが、そのことだけに関しては一目置かれているからな、デコポンポは。わかったよ、仕方がない。ここまで来た以上付き合う。危なくなったら真っ先に逃げるからな。おいよ、そうこなくちゃ面白くねえ。まさか屋形船がこんなにでかいとはね。三重もここまで来れば立派なもんだ。これをもう少しだけ別の方向に持ってけば一角の人物になることだってできるだろうにな。しかし招待状を見せるだけですんなり入れるとはな。拍子抜けってのか。貴人や旦那衆が主賓だとしたら俺たちは絞り取られるかもな客だからな。一人でも多い方がいいんだろう。さーて尻尾をつかませてもらうぜ。おい、今回は危ない橋を渡らないんじゃなかったのか。なーに、ちょいとだけだ。ちょいと様子見をするだけだからよ。おい、こら。待った、こいつはやけに頑丈な蔵じゃねえの。匂うな。ちょいと中を調べてみるか。あんちゃん、誰か来ないか見張っててくれ。おい、なんだこりゃ。ほう、こいつはまた。これが統計か。自分が知ってるのとは随分違うぞ。おい、やれやれ、統計かと思ったら統中とはね。どうした。名前からして想像はつくが、何かまずいのか。なあ、やってることは統計と同じでな。虫と虫、あるいは虫と凶暴な動物を戦わせるんだ。激しさと殺し食らうまでやめない残虐さで一部に根強い人気があるんだが。だが虫を都に持ち込むのは厳禁なんだよ。逃げて下手に繁殖されるとそれ駆除大変でな。ぶっちゃけかなりまずい。親父の代と同じようにして逃げ出した奴が都の地下に巣を作ったことがあったって話だ。でその餌になったってのが、まあ想像通りでな。そりゃまた、なんとか駆除したものの、それまでに何人もの犠牲者が出た。それだけでどれだけヤバいか分かるだろ。生き餌にされていてもう助からない子供を焼き殺した。酒の席でお袋にそう語った親父の顔は今でも
忘れられんよ。そうか、さすがに重すぎて何て言っていいかわからん。五金製の生物って言ってたが、なるほど、こいつらだったか。しかし思ったより早く証拠が見つかったな。これで奴をしょっぴくことができるんだろ。そうだな。いや、これだけではまだ弱い。もう少し探る必要があるか。おいおい、こんだけはっきりした証拠があるのにまだ足りないのか。奴はな、本当に感心するほど小ずるいんだ。いや、なんか違うか。頭が痛くなるような子供じみた言い訳をしてたな。とにかくこれだけではまだ奴を追い詰めるのは難しい。一度上に戻るぜ。あまりここに長居するのもまずい。あ、いや、仕方ないな。何しても途中ね。ああ、ガチャピンって、このぶつけただろうが、この野郎驚かしやがって。どうかしたのか。いや、なんでもない、すぐに行く。昆虫の分際でこっちが本気にやればお前なんかな。ふん、まあいい、所詮檻の中では手も足も出ない。せめてもの情けだ。今日のところは見逃してやる。命拾いしたな。快不要放出一些必要麻烦。いい感じに殺気立ってるじゃねえか。ギリギリまで餌を減らしてからね。どいつもこいつも腹を減らして殺気立ってやがるぜ。これから存分に殺し合ってくれってな。せーてと頭数を確認しねえとね。何匹かくとぼってないか調べっか。はいよ、俺は奥を見てくっから、おめえはこっちを頼むわ。めんどくせえ。トニー、おい、どういうことだ、足りねえぞ。おい、こいつはやべえどころじゃねえ。虫がごっそりいなくなってやがる。檻を開けて逃げちまったぞ。こっちも足りねえ。ここにある取っ手を下げねえ限りは、みんな下がってる。やべえ、おい、やべえよ。ってことは檻の鍵は全部外れてるってことじゃねえか。冗談じゃねえぞ。早くここを出て知らず。どうした、急に黙り込みやがって。後ろ見てみる。後ろが何だ。我が輩が今宵の宴を主催するデコポンポニャモ、おみやがよくぞ集まってくれたニャモ。ここに招かれた選ばれし者たちよ、血は筋肉を踊る最高に刺激的な娯楽と三回の珍味を用意したニャモ、おみやら心置きなく楽しむニャモ。ニャプペペペペペペ。おほう、確かにこりゃすごい。これだけでも人かいがあるってもんだ。しかし問題はどこから切り崩すかだが。あ、じゃ聞いてるのか。やっぱり今回はらしくないな、ウコン。あ、なんかしらがことを急ぎすぎてる感じがするっていうかな。いつものウコンなら腹が減っては戦はできるとか言って
まずは腹ごしらえしてから動くだろうに。ああ悪い、別に文句を言いたいわけじゃなく、どうしたのかと気になったな。普段のひょうひょうとしておちゃらけているようでも要点を抑えている感じがあまりしなくてな。少し視野が狭くなってるっていうのか。ま、それは気のせいか。そうか。ああ、あまり深刻に捉えないでくれよ。そんな感じがするって程度だ。いや、言われてみりゃその通りかもしれねえ。分かっちゃいたが、自分じゃ気がつかねえもんだな。やれやれいけねえな。親父の話を思い出して少し焦ったか。なんか知らんが、とにかく腹ごしらえだ。古来より好きっ腹だとろくな考えしか浮かばないって言うしな。ちげえね。そうだな、まずは腹ごしらえだ。それからでも遅くはねえ。腹が減っては戦はできぬだ。そうと決まりゃ遠慮なく。いただきます。いやあ、なんだ、想像しいの。ああ、そろそろあれが始まるんじゃねえか。あれ、ああ、途中か。そういや、そいつが目的だったことをすっかり忘れてた。虫が這い出て。助けてくれ、誰か誰か。なんだおい。おい、まさか。ああ、そういうことか。くっさ、やられた。客を驚かすための演出かよ。この迫力、すっかり騙された。何、しかしまたすっごい迫力だな。あの追われてるおっさんなんて迫真の演技じゃないか。うわ、ドロギギリ演出、あんなのまでいるとか。正気か。おいおい、やらせなんだろうが迫力ありすぎるだろう。裏で根強い人気があるって言ってたが、わかる気がするな。こんなの見せられたら並大抵の刺激じゃ物足りなくなるだろう。ああ、そうか、演出か。こんなのを提供するとは、あのデコ、なかなかやるな。正直見くびってたな。いや、結構見直した。演出。世話係どもめ、鍵をかけ忘れたな。世話も満足にできんのか、あのグズどもめ。奴らは虫使いだな。こういった虫の扱いに慣れている連中なんだが。はい、そうか。そうやってこの場を抑え客の人気を得ようって思考だな。よく考えられてる。さあ気を沈めるのだ。虫たちよ、怯えずともよい。うわ、少しおとなしくなってきた。ああ、きっとあいつらなら何とかして。そう、それでいい、いい子だ。さあ森へ送ろは。はあ、なんか凝った演出というか。首吹っ飛ばされ食われてるな。おい、森へお帰りって、お前モリモリ食われてるじゃねえか。やっぱ演出じゃねえな。森にいた虫どもが脱走したんじゃねえか。来るな来るな。助け、誰か。なあ、今度は客を襲い始めたんだが。そういや、主催者のデコポンポはこれをどうやって収拾つける気だ。あんちゃん、奴を甘く見ちゃダメだぜ。
やつたら目を離した一瞬でとっくに姿をくらましたよ。なんだと？まさかとは思ったが、自分が招待した客を見捨てたか。なーに、いたらいたで邪魔だ。さっさと逃げてくれた方が手がかからなくていいさ。約束だったな。あんちゃんも先に逃げていいんだぜ。ウコン、どうする気だ。俺は逃げ遅れた連中を上まで避難させてくるわ。アンパンまで行けば小舟があるからな。これで逃げたらさすがに寝覚めがな。仕方がない、最後まで付き合うさ。ありがとうよ、正直すごく助かるぜ。さあ、虫同士が殺し合ってるうちに逃げ遅れた連中を甲板まで逃がすぜ。はい、真的很多问题。今ので最後か。どうやら客は全て逃げ出したみたいだな。何をのんきなこと言ってんだ。んなことより、こっちはどうやって逃げる気だ。小舟は今ので最後だぞ。仕方ねえって、明らかに満杯だったからよ。俺たちまで乗ったら沈んじまってたっての。それによ、俺たちにはまだやることが残ってるしな。はあ、放火烧船拿东西，差不多就这样东西。ここにはないか。こっちのは違うな。悪いな、あんちゃん。付き合ってもらっちゃってよ。お前全然悪いと思ってないだろ。それがこっちに恨みでもあるのか。なわけねえだろ。あんちゃんには感謝しても足りないくらいだぜ。こうして証拠となるものを探すの手伝ってくれてるんだからよ。せっかくおあつらい向きな状況になったんだ。いろいろと探らせてもらわねえとな。いや、ほんとこの状況で一人で探すのはさすがに厳しいもんがあるからよ。くそ、やっぱりさっさと逃げ出しゃよかった。顧客一覧と積んでいた虫の帳簿、これのことか。そいつだ。さすがだぜ、あんちゃん。運が追い風みてえに吹いてきやがる。いや、こっちは竜巻に翻弄されている感じが。やばいぞ、おい、気づかれた。よし、これでもうここに用はねえ。とっととずらかるぜ。手おいこら、人を置いてくな。こいつちょっと悪趣味だが、かなりの目打ち者と見た。ここまで苦労させられたんだ。選別にありがたくもらってくさ。よどく、重い。何してんだ、あんちゃん。奴らが来るぞ。おっと、危ない。女神さん、守ってくれよ。よし、そっから甲板に出るぞ。外に出れさえすれば。よし。くそ、挟まれた。あと少しだってのに。自殺行為だな。そんな隙を見逃してくれるはずが。せめて一瞬でも奴をひるませられたら。あんちゃん、ここは俺が食い止める。その間に、ウコン、三つ数えてだ。いけるな。ああ、三、二、一。これを食らえや。他们俩也很有默契。いいものばっかだからな。この船はもうダメだな。何をのんきに言ってやがる。もう小舟はないんだぞ。あんちゃん、泳ぎは達者かい。まさかお前。なーに、船がなきゃ泳いできゃいいじゃねえか。島でそんな遠くはないんだからよ。この寒空で気楽に言うな。くそ、ここにいて焼け死ぬよりかマシなのが腹立つ。こん
新築証明や。あんちゃん遅かったな。なかなか浮いてこなかったから心配しちまったぜ。お、あの女神像はどうした？何が女神さんだ。もう少し捨てるのが遅かったな。溺れ死ぬとこだったわ。なんか闇の中で手招きしていた幻覚見たっての。まさかとは思うが、噂は本当だったのかね。噂？いや、なんていうかな、持ち主が不幸な目に遭うっていわくつきの女神像をデコポンポが手に入れたって噂がな。もしかしてあれはその女神像だったのかなってな。現に船もああなっちまったし。没有船啊。派手に燃えてやがる。見入られなくてよかったな。いや、あんちゃんのことだ。もしかしたら気に入られたのか。じゃあ、発見か。いや、まさか。生き返る。やれやれ、さすがに今日は疲れた。助かったぜ、アンちゃん。もういいのか。ああ、客を避難させることができたおかげで厄介な問題までにはならなかったからな。あとは検非違使たちの役目だ。連中に事情を説明して後のことは任せてきたさ。俺は俺のすべきことをするまでだ。なことよりあんちゃん、これは何だと思う？そいつは死に流れ着いたやつさ。あの火事で灰にならずに済んだ幸運の証とも言えるな。あんなことがあってもこうして俺たちんとこに流れ着いたんだ。ここは飲んでやるのが礼儀だと思わねえか。今日はおごるって言っときながら結局何も食わずじまいだったからな。ちゃんと魚もあるぜ。まあ食い損ねたのからしたら質素なもんだがな。こんなんじゃ詫びにはならんが、せめてもの気持ちってやつだ。何？これはこれでおつなもんさ。そうかい。そらよ。おうさ。じゃ、何はともあれ。乾杯。趣味なやつだが、飲み食いへの目利きが確かってのは本当らしいな。こっちは財布の重みを気にしながらチビチビやってるのに、かたやこんなうまい酒を飲んでいる。世の中なんと不公平なことか。だが見ろよ、ハンちゃん、月がいい塩梅に傾いてきたぜ。こうして気心の知れた仲間と月見酒なんてな、最高の贅沢だと思わねえか。月亮綠的发亮。まだ半月なのが残念だがな。もう何日かすればまん丸なお月様を楽しめたんだろうが。何、まばゆい満月だけが月じゃないっ
光と影の月を眺めるのも、これもまたオツってやつだな。それにあの形、杯を掲げているみたいで、あちらさんも一杯やってる感じがするだろう。うまいこと言うじゃねえか。言われてみりゃ確かにそう見える。しかし光と影か、まるでどっかの誰かさんみたいだな。光の顔があれば影の顔もある。果たしてどっちが本当の顔なんだか。さてな、オシトルにウコン、結局どちらも半端もんよ。なあ、アンちゃん、一つ聞いていいかい。嫌なら答えなくていい。ん？なんだ改まって。記憶がねえっていうのはどういう感じなんだ。やっぱり取り戻したいもんなのか。うん、そのことか。どういう感じなの。特に気にしたことはないな。取り戻したいも何もな。現状不自由はしちゃいないし、第一記憶を取り戻したところで僕な思い出しかなかったらどうする。あんちゃんらしいな。ま、過去にぽっかり穴の開いた半端もんだが、とりあえずは生きていけるしな。過去がない分、お前のように表裏を演じる必要もないし。そうか、半端もんって意味じゃ俺たちは似てるのかもしれねえな。まあ、あんちゃんに比べれば家族と呼べるものがあった俺はまだ恵まれているんだろうがよ。なあ、確かな拠り所がねえってのは心細いもんじゃねえのか。そうでもないな。慣れたっていうか、なるようになるだろう。ほんと羨ましい限りだ。羨ましい。これでも俺は貴族の出でね。まあ貧しいとは言わんが、田舎の質素な家さ。俺がいて、お袋がいて、猫猫がいて、そして親父がいた。親父は優しくも厳しい親父でな、民と一緒に苦楽を共にする俺の憧れだったのさ。その親父の背中に追いつこうと体を鍛え、勉学を学び、ずっと精進を重ねてきた。辛いとは思わなかった。むしろ誇らしく思っていた。そしてその面影を追い、親父も若い頃に奉公した帝都へ登り、偶然が重なり武功衛大将の地位を賜るまでになった。だけどよ、以前にも言ったと思うが、オシトルではやりにくいことが増えてきちまったな。ああ、それでウコンという人物を演じるようになったと言ってたな。ああな、最初は自分でやってて照れくさかったんだが、そのうちこっちの方がより親父に近いことに気づいた。そう、オシトルではなくウコンの生き様こそ俺が目指していたものなんだと。だからってこの立場から目をそらすわけにはいかねえんだがな。ま、そんなしょっぱい話さ。誰もが羨む出世だが、当人にとっては想定外の賜物か。ひねきな話だ。でもまあ、あんちゃんとならこの先も楽しくやってけそうだぜ。なんだ、やぶから棒に。今日も俺だけならかなりの大事になっちまっただろうが、なんとか収めることができたしな。だから思ったのよ、この先いかなる難関があろうとも、あんちゃんとならなんとかなるんじゃねえかってよ。それは何か。この先も今日みたいな無茶ぶりをするぞという予告か宣言か。おい、何笑ってごまかしてんだ。
以上の情報からマルル派の陥落は確定的かと思われます。誠に無念でありますが。好，我们这一期就在右近和哈克的闲聊下就算结束吧。不过老实说，对于一个我已经玩完受暗送者、虚伪假面和两人的白黄来说，总会有一种惋惜感。惋惜感是什么原因呢？如果熟的人或许就知道，但不熟的我也不刻意不在这里做破解。相信应该在隔个几集之后，应该可以有一个为什么会突然间讲话很凝重的去做这一方面的，该怎么说呢？心得感想。或许右近的想法上来讲，他觉得右近这个身份比奥修特的身份来得更好，而对于哈克来说，没有前世的记忆，或许比该怎么说，有前世的记忆来讲更好。只不过究竟哪一个是对的，哪一个是错的，又或者是哈克的，不是哈克，奥修特最早以前追寻的目标有一点点小小的瑕疵，这我也不好说些什么。好了，那我们这一期就少一点废话吧，我们在第十五这一个地方存下新的档案吧。好，那我们就先存下档案，然后大致上来讲，如果想知道为什么我会这么语重心长的讲这一段话的话，就希望大家继续看下去，然后我相信在虚伪的假面之后，我可以给出一个更完整的结论。好了，那就先这样吧。我是余恩，我们下一期再见吧。